はい、今回ですね、長野県の LT キャンパーズさんが販売しておりますレガードネオプラスプレミアムクラス2、こちらをですねご紹介していきたいと思います。はい、このレガードネオプラス、製造ビルダーさんはですね横浜モーターセールスさんなんですよ。横浜モーターセールスさんといえば日本のですねキャンピングカーの創世時代を築いた名車ロデオをですね作ってたね老舗ビルダーさんになるんですよ。でそして今回はですねその LT キャンパーズさんと横浜モーターセールスさんのですねこの2社のですね結晶がですねこのレガードネオプラスっていうキャンピングカーになるんですよね。そしてこの、ね、レガードネオプラスもう少し早くですねご紹介する予定だったんですけどね、昨今のですね、諸事情により少しね納期がずれ込んでしまいまして、今に至るんですけども、今回のねベース車両は新型のダブルタイヤになったカムロードを使っておりますので、今回ですね2023年になってしまったんですけども、最新のこのレガードネオプラスをですね詳しくレビューしていきたいと思います。はい、この動画を見ていただくと、長野県の LT キャンパーズさんが販売しておりますレガードネオプラスプレミアムクラス2というですねキャンピングカーが一体どういう車かというのがね分かりますので、ぜひ動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラー、いろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。3月4日土曜日、5日の日曜日は北海道は北広島市にありますキャンピングレンタサービス工業内においてポカポカフェアを開催。今回のレガードネオプラスも出展しますので断熱性能を体験しましょう。日本ハムファイターズの新球場エスコンフィールド北海道もすぐ近くにありますので、ぜひ遊びに来てください。レガードネオプラスのベース車両は新型のカムロード、専用のロングシャーシ仕様で FRP 一体成型セミモノコックフロアの唯一無二の車両です。バンクベッドの張り出しも少なく専用設計の足回りですので、走行安定感には定評があります。助手席後方には外部電源取り入れ口があります。専用コードをボディに差し込んで AC100V コンセントに接続すると 100V にてサブバッテリーを充電することが可能です。家庭用のエアコンが標準装備ですので室外機はこちらに装備されております。続いてエントランスドア右手には給水口があります。清水タンクの容量は60リッター、もちろん腹下には排水タンクも同じく60リッターが装備されております。このシャッターバルブを開くと排水タンクから排水されます。排水の処理は叱るべき場所で行います。車両左側最後部には収納スペースの大きなバゲージドアがあります。このドアは非常に特徴的です。ダンパーがついておりますので、このように開けると上方向に対してドアが開きます。この場所はちょうど2段ベッドがあるスペースです。1段目の下は非常にスペースがありますので大きなものも詰めそうですよね。この1段目のマットは跳ね上げをすることが可能ですので、このようにするとさらにスペースが広がります。これだけあれば大きな自転車でも詰めそうですよね。収納スペースにも 100V コンセントはあります。背面にもダンパーがついたバゲージドアがついておりますので、こちらも開いてみます。背面側からも収納物を取り出すことができますので、非常にこれは使いやすそうですよね。間口も広いですので、キャンプ道具、大きなクーラーボックスも詰めそうですよね。続いて運転席側もご紹介します。先ほどご紹介した1番目のベッドの下収納スペースにはもう一つこのようにドアがあります。開口は少し小さめですが、反対側からも物を出し入れすることができます。そしてこちらには FRP の防水収納スペースがあります。生ゴミなどを入れておくことも可能ですよね。こちらはマルチルームに通ずるアクセスドア、オプションでカセットトイレを装備するとこちらからカセットタンクを出し入れすることができます。またこちらからもマルチルームにアクセスすることができるんですけども、シャワーヘッドを取り出して外部シャワーとして使うことができます。この外部シャワーに関しては道の駅等では使えませんのでご注意ください。ルールとマナーを守って楽しい旅をしましょう。リアタイヤ付近には標準装備の FF ヒーターの排気口があります。そしてこちらには給油タンクがあるんですけども、左からご紹介すると一番左の青いキャップの部分がアドブルーの給水口、そしてこちらが給油口です。フロント周りは FRP で造形されたエアロがついておりますので非常にスタイリッシュですよね。
またルーフにはオプションの 230W ソーラーパネルを装備することもできます。換気扇もマックスファンベンチレーターに変更することができますので、こちらもおすすめです。ルーフ形状もフラットに近いですので、さすがの作りですよね。それではレガードネオプラスの室内を見てみましょう。家具は濃い木目であるウォールナット、シートカラーはグレーで、室内の雰囲気は非常に重厚感があって落ち着いた雰囲気も見られます。はい、それではレガードネオプラスのですね、室内をご紹介します。まずエントランスドアなんですけど、このようにですね、2段のステップがありますので、靴をね置くこともできますよね。そして結構ね幅広のねステップがありますから、乗り込みもねしやすいかと思います。そしてこのエントランスドアのですね、すぐ横にはねスイッチ関係が集約されております。まずね端からご紹介しますと、まずですねこの車両のメインスイッチがこれなんですよ。なので電装品関係を使う場合は必ずねこのメインスイッチをまず押していただきます。そしてこれ室内灯ですので、このボタンを押すと、そしてこれねポーチはね、あの外側のですねエントランスドアのスイッチになります。これを押すとですね、そしてステップ、これねステップを押すと、はい、このようにですねスイッチが分かれております。そしてこれメインスイッチですね。はい、そしてインバーターのスイッチ、そしてですねこれが間接照明、このねボタンを押すと、ここのですね間接照明のスイッチになっております。はい、そしてですねこれがですね結構ねカラフルな、このねサブバッテリーのですね電圧計、デジタル電圧計がありますので、今 13.3V ありますよっていうふうにね一目で分かります。そしてこれがですね、あのベバスト FF ヒーターのスイッチで、こちらがですね給水タンク、排水タンクのですね残留系になっております。はい、そしてですねこちらの方には、実はですねこれあの棚のようになって実はね開けれないんですけども、この中にですねお湯を作るですね温水ボイラーが入っております。はい、このような感じでね、温水ボイラーが入ってまして、これね、お湯を作ることができるんですけども、これをですね、AC100V 電源か、もしくはですね、ラジエーターでね、温められたお湯がね、この中を巡る仕組みになってますので、この作用でお湯を作ってくれます。はい、そしてね、このエントランスの上にはですね、はい、これ、標準装備の家庭用のですね、エアコンがついております。今、冬ですから、これなかなか使うことはないかと思うんですけど、真夏はですね、これが活躍することね、間違いないですよね。はい、そしてこの横に移動しますと、これ、電子レンジがついております。ここからね、食材を温めることができます。この下に関しては、はい、クッカーファンとね照明がついておりますので、キッチンをね明るく照らしてくれますし、このようにするとですね排気をしてくれますから、ここのねコンロとかで調理をした際に煙をねこうちゃんと吸ってくれます。はい、そしてこちらなんですけども、はい、大きなですね、調理台のスペースがありますので、ここにですね、カセットコンロをですね、置いて調理するような感じですよね。で、まな板とかも置けるスペースもありますし、で、こちら側にはですね、はい、このようにシンクがあります。で、このシンクに関しては、もちろん水とですね、ボイラーがありますから、お湯ね、あの混合泉になっておりますので、ここからですね水とお湯をですね使って、まあ洗い物だとか、あとはね手洗いなんかもねすることができます。はい、そしてこのね下にはですね、まあキッチン関係の柱とかを収納できるねこういうスペースもありますし、はい、そしてこちらの方にはこれウォーターポンプね、水のですね使う時のポンプのスイッチと、ウォーターヒーター、お湯を作る時のねこのスイッチが方にあります。そしてこの横にはですね、はい、冷蔵庫がですねありますので、こちら見てみたいと思います。はい、このような感じになっておりまして、まあ冷蔵スペースもね結構広めで、こう3段ぐらいね棚がありますし、この上の方には、はい、このような感じで冷凍スペースもありますので、広さはですねなかなか広いですよね。はい、そしてですねこちらの、フロント側ダイネットスペースをご紹介します。まずですねダイネットをねご紹介する前に、このですね
上の方に実はベッドがあるんですよ。これね、実はベッドがね、今こう跳ね上げてる状態なんですけども、ここにですね、バンクベッドがねありますので、まずこれをね展開してみたいと思います。このバンクベッドは左右のこの缶抜きのロックがありますので、まずこの左右のロックを解除します。ロックを解除するとダンパーがついておりますので、比較的軽い力でこの板を下ろすことが可能です。私もこのレガードネオプラスは初見だったんですけども、想像以上にこのバンクベッドのスペースは広いです。このバンクベッドに上がるためにはこのようにラダーを設置することが必要です。実際に登ってみたんですけども、寸法は結構広いですから、このように簡単に乗り入れることができました。高さもありますので圧迫感は個人的にはさほど感じませんでした。このように回転することができますので、寝返りも打つことができます。これだけの寸法があれば大人の方2人ぐらいは寝れそうですよね。はい、今ですね、上のバンクベッドにいるんですけど、これ非常にですね広いベッドです。足元の方もですね結構これ長いですから、高身長な方でもね全然これ足を伸ばして余裕が出るぐらいのですね広いベッドです。で、助手席側左側に関してはこのようにですね、あの棚がね2段ありますから、あの携帯とか置いたりだとかね、ちょっとしたこういうね雑誌だとかそういうものも収納できるこういうスペースがあります。そして嬉しい設備なんですけど、こちらの方にですね、はい、USB のですねポートがありますから、上で寝てる方もですね携帯を充電したりだとかね、そういうこともできます。そして反対側なんですけども、はい、こちらで運転席側なんですけど、このように収納があるんですよ。これねスライド式の収納になってて、これを上げるとですね、このように今カーテンが入ってますけどね、こうね収納スペースもありますし、あとこっち側もですねこう開けるとですね、はい、このような感じで収納スペースがありますので、ちょっとしたものをねこういうふうに収納することがねできる収納スペースがあります。はい、これねベッドを止めてるこのねロックが2箇所あるんですよ。まあ一番上にすることもできるし、これ2段目にこれにあるっていうことはおそらくなんですけど、例えばこれバンクベッドで寝る方のね布団とかねこれあっても収納できますよね。この状態でこれだけね隙間を空くことができるので、多分そういう配慮だとは思うんですけども、このねバンクベッドのロックに関してはこう上下2箇所存在しております。このぐらいのねスペースが空いてますので、布団やね枕を置いても問題なくですね、こうバンクベッドを収納することができそうですよね。バンクベッドを跳ね上げた状態でも私ぐらいの身長でも立って歩けるスペースはありました。はい、それではダイネットスペースをご紹介します。これかなり広いですよね。これセカンドシートとこうね L 字型のシートがありますし、まあ、テーブルを挟んでサードシートで、このサードシートに関してはこのようにですね3点式シートベルトがですね2つありますから、チャイルドシートがですね必要なお子様とかもねこちらに座らせてあげることもできますし、そしてですね、なんと言ってもこのシートはですね、ちょっと今これから展開するんですけど、今後ろ向きなんですよね。で、あのキャブコンタイプのセカンドシートって結構後ろ向き固定のタイプが多いんですけど、このシートをですね、実は前向きにすることもできますので、今からね、ちょっとね、展開してみたいと思います。まずはセカンドシートに座ってみることにしました。一番窓側に座ってみても頭にぶつかるものはありませんし、もちろん通路側、そしてこの横向きシートも非常に広いです。それでは後ろ向きだったこのセカンドシートを前向きに変更します。まず座面だった部分を起こし、ヘッドレストを付け替えます。そして背もたれマットを車両後方側に倒してあげると前向きシートの完成です。はい、このようにするとですね、セカンドシートを実は前向きにですねすることができますので、運転席、助手席、そしてですねセカンドシートの人も前向き、サードシートの方も前向き、全員ですね前を向いて座ることができます。こうするとですね非常にですねリラックスして移動がねできるかと思います。セカンドシートの方もねこれ前向きになるというのはね非常にポイント高いと思います。今度はサードシートに座ってみます。高さも十分ですから、大人の方2人ぐらいでも座れますよね。
はい、そしてですね、ダイネットスペースのこの上にもですね、収納スペースがあります。こちらもね、開けるとこのような感じでね、まあ、小物関係をね、収納できるような方にね、収納スペースもありますし、こちらね、オープン形式の収納もあります。そしてこちらもね、先ほどご紹介したスライドシャッター付きのですね、収納もありますので、そしてですね、このダイネットスペースももちろんベッド展開することができますので、このね、このダイネットスペースをベッド展開していきたいと思います。まずはセンターのテーブルを取り外します。このテーブルは実はバンクベッドのところに収納することができます。はい、ダイネットのテーブルをですね、もちろん取り外して、この運転席、助手席の上にこちらにですね、実はセットすることができるんですよ。これね、デッドスペースをうまく利用したですね、考えられたね、ポジショニングですよね。次にサードシート壁面側に収納されておりましたこの板を使います。このように組み合わせるとマットを受ける頑丈な板が出来上がりました。次にサードシートの背もたれを取り外し、この上に乗せます。セカンドシートを後方側にスライドさせ設置させた後は、ヘッドレストを取り外し、背もたれマットを車両前方に倒すとダイネットベッドの完成です。キャブゴンタイプのダイネットベッドは比較的寸法は小さめのものが多いんですけども、このレガードは非常に広かったです。このようにバンクベッドを下げた状態でも、私ぐらいの身長でも座るぐらいのスペースはできました。続いてギミックのいっぱい詰まったこのトランスフォームシートをご紹介します。まずはシート状態からこの背もたれのマットを取り外し、同じく座面マットを外します。なかなか言葉では表現が難しいですので、この動画を見ていただければ展開方法がわかるかと思います。実はこうするとキャビン部分から運転席、助手席に行き来がしやすくなります。今度は逆にこのドリンクホルダー状態からシートに戻していきます。しかしこれを作った人はよく考えたと思いませんか？すごい仕掛けですよね。ついつい面白くて何回もやってしまいました。そしてちょうど今ね、テーブルがなくなりましたので、こちらをねご紹介したいと思います。こちらの方にもですね、 100V のコンセントもねありますし、そしてね、実はねこちらにも秘密があるんですよ。これね、開けてみます。このような感じでちょっとね、深さはそんなにないんですけどね、床下のですね収納があります。こちらの方にも、はい、こちらですね、電装品関係をですねメンテナンスできるね場所になっておりまして、そしてねこの横にもですね、また秘密があるんですけども、はい、ここもですね実は開くんですよ。こちらをですね開けてみると、はい、リチウムイオンバッテリーがねこちらに装備されております。これなかなかですね大きい容量のリン酸鉄のリチウムイオンバッテリーがですねこちらに搭載されております。はい、そしてバッテリーの後ろ側にもですね、これ床下のですね、こっちも収納かな、はい、こんな感じでですね、ちょっとこっちはね深さがあるんですけども、床下収納がありますからね、食材なんかをねちょっとこんな風に忍ばしておいてね、することができるかと思います。はい、ダイネットスペースの角にはですねテレビがついております。そしてこれリアスピーカーもね、こちらとこちらにスピーカーもありますし、このテレビの裏にはですねデジタルのですね電圧計もありますし、 DC12V シガーソケットも取れますので、そしてこちらにですね、これはい、サブバッテリーのですね電圧計もついております。そしてこのねスイッチをねポチって押していただくとですね、これで実はですねナビが起動するんですよ。このような感じでね、ナビが起動して拾った映像をですねこちらで映し出すというね仕組みになっております。はい、そしてサードシートの後ろにはですね、このようにマルチルームがありますので、こちらをご紹介します。はい、このねまずドアも結構ねしっかりしたこれドアのねシステムなんですけど、こちらを開けますとですね、はい、このような感じで、マルチルームがねありまして、こちらにはですね、はい、手洗いもできるところもありますしね、これを引っ張り出すとここでですね、こちらでシャワーをですね浴びることもできます。はい、そして
はい、このような感じですね。照明があって、照明のスイッチに関してはね、こちらにあるんですけど、あ、ごめんなさいね。はい、このような感じで照明をつけることもできます。そしてこのような感じですね、鏡があるんです。女性はね、結構嬉しいですね、この鏡があるとね。そしてこれね、実はここから開けることがねできるんですよ。ここね、窓は開かないんですけども、ちょっと外の様子をね伺ったりだとか、明かり取りのね、あの仕事もしますよね。はい、そしてこちらにもですね、ちょっとしたこういうね収納スペース、まあ歯磨き関係のね、そういうものを置いたりだとか、洗顔だとかね、タオルとかを収納することもできるかと思います。はい、そしてこのね、マルチルームのこの上にはですね、こういう風にね、プッシュアウトのですね、丸型の換気扇もついておりますので、もしですね、オプションでトイレとかをねつけるとね、換気をねすることができます。はい、こちらのマルチルームはオプションでですね、ポータブルトイレやラップポン、そしてねカセットトイレをですねつけることもできます。このね、ここのポジションになるとは思うんですけども、結構ですね広さありますね。なのでトイレを置いたとしても、なかなかですね使いやすいスペースかなと思います。そして先ほどね、外装でもご紹介したんですけども、こちらをですね外側から開けることができますから、このシャワーホーセットをね出して外でね使うこともできます。実際にマルチルームに入ってみたんですけども、高さも十分ですし、もしオプションでですねトイレを置いても、このような感じで使いやすい広さがあります。もちろん温水ボイラーがありますから、このようにシャワーカーテンを引いてシャワーを浴びることもできます。ドアもしっかりした印象がありますので、このマルチルームは重厚感があります。はい、それでは車両最後部のですね、この2段ベッドをご紹介します。この2段ベッドに関しては、はい、上の段はですね、こういう収納スペースがね1段こうね、結構横長、そして奥行きもね結構あるんですけど、こういうね収納が1つと、あともう1つですね、こちらにも収納スペースがねあります。そしてこちらの方にですね、はい、USB のポートもありますから、2段ベッドですね、横になりながら携帯とかをね充電もできます。そしてこちらにもね、スポット照明がねありますから、本だとかね携帯なんかをねこう見ながらね寝ることが可能かと思います。上の段と、そして下の段もあるんですけども、はい、こちらねちょっとね暗いかな。はい、下の段もねこのような感じになっておりまして、結構なね広さもありますし、もちろんですね USB のポートもついてますしね、こちらの方にもスポット照明があります。それではですね、この2段ベッドに実際にですねこう入ってみたりしてみたいと思います。あ、そしてこのですね1段目の下に関しては、ここからですね収納スペースにアクセスすることもねできます。先ほどねご紹介した収納スペースがありますので、ここからですね物を出すこともできますよね。そしてこれ FF ヒーターのね排気ダクトもここにありますから、後ろの方もね結構温めることが可能かと思います。はい、実際ですね、この2段ベッドの1段目にこうね腰掛けてみると、このような感じなんですよね。これ今跳ね上げもしてないんですけど、でも結構ね高さ、ここの高さがありますから、こうスッと乗り込みやすいですね。これね高さがあって、これ非常にいいと思います。はい、そして2段目にですね寝るときは、こことここにですねちょっと足をかけてね登ることができそうですので、ちょっとやってみたいと思います。はい、そしてこのね2段目のねマットもね跳ね上げができますから、ちょっとやってみたいと思います。まずこのマットをねこう持ち上げます。そしてはい、ここにですねちょっと暗いんですけど、ロックがありますので、ロックをしてあげると、このようにですね跳ね上げた状態を保持することもね可能です。そしてこれ実はですね、まあ、先ほどご紹介したんですけど、ここのですねマットも跳ね上げできます。こう持ち上げて、はい、ロックがねありますから、ロックをかけます。はい、このようにですね1段目のマット跳ね上げ、2段目のマットこう跳ね上げするとですね、このような非常にですね
広いスペースが出来上がりますので、これね、自転車だとか大きいね、ものも詰めそうですよね。キャンプ道具はもちろんなんですけど、こう高さのある自転車だとか、あとお仕事で使われる方はね、材料だとか木材だとかね、そういうのね、大きなものもね、これ詰めそうですよね。はい、今回はですね、長野県の LT キャンパーズさんが販売しておりますレガードネオプラスプレミアムクラス2、いかがだったでしょうか。このですね、レガードネオプラスに関してはベース車両が新型のダブルタイヤになったカムロードを使っております。そして上のですね、バンクベッドがあったんですけど、バンクベッドもですね、空力抵抗を考えられた、これね、低めのですね、設定なんですよ。なので走行安定感もね、かなりいいんじゃないかなと思います。そしてこの室内なんですけども、リアのですね、この2段ベッドもね、十分な広さがありますし、跳ね上げをするとですね、大きなものも詰める収納力がね、あるところでした。そしてマルチルームもね、ありますから、オプションでね、トイレをね、入れることもできます。そしてね、トイレを置いたとしても広いスペースがあります。そしてこのね、ダイネットスペース、これね、 4,5 人の方がですね、テーブルを囲んでゆったりくつろぐことができますので、今ですね、まあ、4人ご家族の方でもですね、 もちろん十分使えますし、ご夫婦お二人ですね、贅沢に使っても非常にいいかと思うんですよ。そして何よりですね、標準装備で家庭用のエアコンと428アンペアのですね、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーが標準装備なんですよ。これね、エアコンとリチウムイオンバッテリー、今ね、キャンピングカー業界でももうトレンドになってるもんね、2つのアイテムがね、標準装備でついてます。ですので今ですね、キャブコンタイプを検討されていて、エアコンもついてる、リチウムイオンバッテリーもついてる、そういうね、キャンピングカーないかなっていうふうに探してる方は、このレガードネオプラスプレミアムクラス2がですね、ひょっとしたらぴったりかもしれません。はい、今回は長野県の LT キャンパーズさんが販売しておりますレガードネオプラスプレミアムクラス2をですね、ご紹介しました。また少しでも参考になりましたら、高評価の方と、今後もですね、いろんなキャンピングカーをご紹介してまいりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。